では酵素の性質を表す2つのグラフを紹介します。では酵素の復習からね。酵素っていうのはこのね、活性部位っていうくぼみで皮質と結合して基質の生成物への基質の生成物への変化を触媒するんだね。酵素自身は変化せずに基質の生成物への変化を触媒すると。生成物っていうのはね、できたものって意味ですね。で、一つ目のグラフはとっても簡単で、縦軸に生成物の温度、まあ濃度って書いてあるけど、まあ我々試験管の中にね、一定体積で実験してるんで、まあざっくりね、生成物の量だって思ってください。で、横軸が時間で、どんなグラフになるかっていうと、こんなグラフ。これはとっても簡単。なんでかっていうと、これどういう実験したかっていうと、試験管の中に、まあ基質を一定量入れといて、で、そこに酵素をダイブさせると、ね、試験管の中に、まあ、基質を、ね、まあ、いくつか入れといて、でそこに酵素をダイブさせると。で、ストップウォッチスタートなわけね。横軸時間でカチッと。で、もうちょっとね、基質が100個あったら、1個目が生成物に変わり、で生成物濃度が少し増え、ね、で2個目が、ね、2個目の基質に出会ったら、また酵素はね、基質を生成物に変えていくんで、ね、また基質がね、2個目の基質が生成物に変わり、で3個目の基質が生成物に変わりって、チクタクチクタクチクタク測ってみるわけ。で、ね、結局俺たちが初めに入れた基質が全部生成物になったら、もうそこで反応がおしまいみたいな。まあ本当はね、なんていうか、反応のこと並行とかね、難しいことはちょっと無視すると、で、細々としたことは無視すると、まあそんなイメージ。はい、初めに入れた基質がだんだん生成物に変わっていくと。で、生成物量がだんだん増えていくと。で、すべての基質が、まあ、生成物になったら、もう反応ストップ。だから、たまにね、テストで、なんでここが水平になってるんですかって聞かれるから、そしたら、すべての、基質が、生成物に、ね、すべての基質が生成物に変化したからってね、答えれば、生物の入試では OK と。さっきも繰り返すけどね、本当はもう少し、これって厳密な話ではないんだけど、まあ、生物のニュースではこれで丸をもらうと。ね、OK？ これ簡単ね。で、もう一個のグラフをちょっと見てみようか。教科書に載ってるね、もう一つのグラフはね、さらっと書いてあるんだけど、結構ね、ややこしい話で、今度は横軸に基質の、さっきも言ったけどね、基質濃度っていうのは、ね、一定体積で我々試験管実験するんで、まあ、基質のざっくり量だとね、基質の多さだと、ね、横軸は基質の多さ、実験開始時の基質の多さが横軸で、縦軸は反応速度。まあ、反応する速さ、ね、酵素がどんだけの勢いで基質を生成物に変えているのかっていう勢いが縦軸で、どんな実験するのかっていうと、例えばいろんなお風呂を用意するんですよ。基質濃度。基質濃度がすごく低い、お風呂を用意します。基質がちょっとしかいないね。ね、ちょっとしかいないお風呂を用意します。そこに酵素をダイブさせます。そうすると、反応速度って小さいんですよ。なんでかっていうと、よーし、基質を頑張って生成物に変えるぞーって思って酵素がビューバシャーンってダイブするんじゃん。で、これ探す時間があるのね。あれみたいな、基質いなくねーみたいな、こうなんていうの、ダイビング、あれ基質どこって、基質、あ、基質いたーっつって、基質いたーっつって初めて生成物がピョコッと増えるわけね。これ酵素基質複合体になって、やったーっつって、やっと生成物1個目だぜっつって、やっと生成物1個目ができるね。で、またあれ基質どこって泳ぎ回る。だからこれって反応速度がね、小さくなるんですよ。基質濃度が低いお風呂では。基質濃度が小さいとき、反応速度は小さくなるんですよ。で、この実験して、俺たちが打てる点って1個なんですよ。この実験を1回して、
で、あ、よし、気質濃度が低いお風呂を用意したときに、反応速度は小さいぞって一点ここに打てるわけよ。で、それをいろんなお風呂を用意するわけね。例えば、気質濃度がとっても高いとき、もうね、気質濃度がむちゃくちゃ高い。もう気質ばっかり。もう気質ばっかり。もう気質濃度がめっちゃ高いときに、お風呂に、酵素をダイブさせると。バシャーンって。そしたらどうなるかっていうと、反応速度は、とっても大きくなるんですよ。気質濃度が小さいときは、反応速度が小さかったけど、気質濃度が高いときは、反応速度がとっても高くなるんですよ。なんでかっていうと、さっきは、酵素が、よーし、頑張るぞとダイブしてから、あれ、気質どこ、気質どこ、気質ないなって、泳ぐ時間があったわけね。だけど今回は、試験管の中に酵素がダイブしたら、もう即気質がいると。出会うと。で、こいつをやった生成物に変えたと思ったら、もうこれ順番待ちしてっから、これ。もう、行列のできる握手会だから。もう順番待ちしてっから、生成物に1個変えたところで、すぐ次の人がスッて埋まるわけね。この酵素の活性部位に。だから、めちゃめちゃ反応速度高くなるんですよ。もうひっきりなしにずっと酵素が働いてるから。なので、どういうグラフになるかっていうと、さっきと形は同じなんだけど、こんなグラフになるんですよ。気質濃度が低いお風呂を用意して実験したら反応速度は小さいよ。気質濃度がものすごい高いようなお風呂を用意したら反応速度は大きいよ。なぜならひっきりなしに酵素が働いてるから。まあ今回ね、2点だけ打ってるけど、このお風呂を何度も何度も何個も何個も用意すると、何個も何個も点を打つと、こんなグラフが出来上がるんですよ。で、ここって、ここ水平になってるけど、なんで水平になってるかっていうと、これさ、握手会だと思ってほしくて、この酵素、アイドルがさ、この酵素ちゃんがさ、ひっきりなしに酵素結合体を形成してる、ずーっと握手をしてるんだったら、これさ、気質がさ、1億人になろうが、1兆人になろうが、100兆人になろうが、100兆人の順番待ちができようが、これ以上、握手の速度って増えなくないですか？そうでしょ？だって、何なんていうか、もうひっきりなしに1分の1秒も、1秒の休みもなく、この酵素はずーっと酵素結合体を形成して、ひっきりなしにずーっと握手してる。ずーっと気質を生成物に変えてるわけだから、これいくら行列が長くなろうが、この酵素ちゃんがずーっと握手してるんだったら、もうそれ以上速度は上がんないよね。だずーっとこの速攻のアイドルちゃんが、酵素ちゃんが握手してるから、もう休み時間ねえんだよって。アイドルの休み時間ねえんだよって。この酵素ちゃんの休み時間はねえんだよって。いくら気質濃度をこれ以上増やしたところで、速度はもう上がんねえんだよってのを、ちょっと、生物の用語で、なんて答えるかっていうと、もちろんなんていうか、ひっきりなしに酵素ちゃんが握手してるからって書いたらバズになっちゃって、これどう答えるかっていうと、すべての酵素が、もう常に握手してる状態だと。常に。酵素気質。複合体を形成しているから、このグラフが水平になるんだと。いくらこれ以上気質濃度を増やしても反応速度が上がらないのはもうずーっとこの酵素が働きっぱなしなんだよって。ずーっとこの酵素はもうこの状態、もう休みなしの状態、あー暇やなーって。あー暇やなーって、暇っていう、暇やな、気質ないなっていう状態が、気質どこかなっていう状態がもうない。ずーっとこの酵素気質複合体のまま働きっぱなしだから、いくらね、あの気質俺たちが初めに余分に用意したところで、もうこの酵素をね、
まあ、この酵素のね、あの酵素の量を増やさない限り、ずっとここが一定になるって。だからこれなんでこのグラフが水平なんですかって言われたら、さっきのグラフと違って、すべての酵素が常に酵素結束固体を形成しているからって答えよね。これがあの、これが酵素結束固体ね。酵素の活性部位が基質に飽和している状態ね。っていうね、あの2つのグラフがあって、この2個目のグラフは面倒いんですよ。ちょっと厄介なんですよ。ね、何度も条件の違う試験管をいっぱい用意して、描いたグラフです。で、ここまでが高校内容で、一旦、もうね、これであの、OK って人は、一旦ね、あの、動画を止めてもらって、で、ちょっとね、あの、大学の初めの一歩ね、あの、足突っ込むと、このね、反応速度って、どうやって測定するかっていうと、もうあの、お腹いっぱいの子はね、あの動画を消していただいて、反応速度ってどう測定するかっていうと、これそれぞれの点で1個目のグラフを描くんですよ。基質用意して、で、そこに酵素を入れると。なんで、このグラフを、あの1個目のグラフを描くんですよ。横軸時間、縦軸生成物濃度。ほんでまあこういうグラフが描かれるね。あの1個目のグラフね、1個目に紹介したグラフが描かれるわね。で、酵素って、高校の教科書は酵素ってね、もうなんか1回できたら永久に使えるみたいな書き方が書いてあるじゃないですか。だけどね、酵素ってもうゆっくり変性していくんですよ。あのゆっくり活性が落ちてったりなんか全然普通にあるんですよ。あとはちょっと難しい話だけど、この生成物に酵素の活性が影響を受ける場合があるんですよ。あの生成物に、酵素の活性が、抑制される、あのフィードバックを受ける場合があるんですよ。なので俺たちって酵素の反応速度ってどこのことを言うかっつうと、こうやって何時間が経ったら生成物が増えていくじゃん。で、どこを速度っていうかっていうと、これ初めの生成物が増える勢い、つまりここの接線、はじめの接線のこの傾き、この接線の傾きを反応速度って言うんですよ。だから本当は初速度って言った方がいいんだよね。初速度ってはじめの速度って言うね。本当は初速度って言った方がよくて、ここのはじめに生成物が増えようとする勢いを俺たちは反応速度って言ってます。で、あのちょっと厳密に考えたい人のために、教えておくと、ここの初めのこの接線の傾きを反応速度って言います。で、この傾きを、この傾きを求めて、で、1個プロットを打つわけ。で、何度も次は基質濃度を変えて実験して、初速度を測って、また基質濃度を変えて実験して、初速度を測って、また基質濃度を変えて実験して、また初速度を測ってっていうのを繰り返すと、このグラフになるわけ。まあ、このね、後半の話はね、ちょっと一部の大学で出ることは出るんだけど、まあ、一応ね、大学の話ですね。じゃあ、二つのね、酵素のグラフね、しっかりマスターしましょう。